1901年11月3日から1976年11月23日は、フランスの作家、冒険家、政治家、ドゴール政権で長く文化相を務めた。代表作に、王道や人間の条件がある。マルローは、フェルナン・マルローを父としてパリに生まれたが、両親は子供の頃に離婚、パリ近郊のボンディで母親と祖母に育てられた。なお、父フェルナンは再婚し、ロランとクロードの2子を設け、1930年に自殺する。マルローはパリ東洋語学校、現在のINALCOの前身に入学し、東洋の言語を学ぶとともに、首都の芸術家の集まりにしばしば顔を出して、少し風変わりなダンディを気取った。在学中の1921年に、ドイツ系の富裕な家族の遺産を相続したクララ・ゴルドシュミットと結婚し、学校は卒業しなかった。マルローは妻と共にベルリン、シチリア、チュニジアなどを旅行するが、1923年妻の財産を株式投資につぎ込み株価暴落によって破産。同年、妻と共にカンボジアに出かけ、12月23日バンテアイ、スレー寺院で女体のレリーフを盗んだため友人のルイ、シュバッソンと共にプノンペンで逮捕された。1924年7月プノンペンの裁判所で、マルローは禁錮3年、友人のルイは禁錮1年半の判決を受けた。一方、無罪判決を受けた妻クララはいち早くフランスに帰国し、知識人たちに救援運動を呼びかけた。これに応じてアンドレ・ジッドやフランソワ・モーリアックらパリの知識人らが署名嘆願運動を起こし、マルローは10月にサイゴンの控訴審で執行猶予1年減刑され、11月にフランスに帰った。彼はインドシナにおけるフランス植民地当局に極めて批判的で、1925年には再びインドシナに赴き、ヤング・アン南同盟設立に助力し、新聞、鎖につながれたインドシナを創刊した。考古学への情熱からラオスへの調査旅行も行い、1927年には中国国民党とも関係を持った。1926年に最初の小説、西洋の誘惑を書き、その後、1928年、征服者たち、1930年にはカンボジアでの事件をもとにした王道、1934年には上海における共産主義政権の崩壊を描いた人の条件を書いて、1933年にはゴンクール賞を受賞した。1930年代にはイランやアフガニスタンへの考古学調査にも参加し、ルイ・アラゴンと共に文化防衛のための国際作家同盟も設立した。1933年、長女フロランス誕生。このフロレンスは、後映画監督、アラン・レネの最初の妻となる。1936年スペイン内戦が起こると、自由主義者のマルローは、義勇兵として共和国派に参加し、空軍パイロットとして、マドリッド攻防戦で2度負傷した。共和国軍の資金募集のために、米国、カナダ旅行も行い、この経験をもとに1937年、希望を出版した。この頃から、ジョゼット・クロティスと同棲し、1940年に妻クララとは離婚。またこの時期、同じように義勇兵としてアメリカから参戦していた作家アーネスト・ヘミングウェイの知己を得た。1939年、第二次世界大戦が勃発すると、フランス軍に入り、戦車部隊の一兵士となったが、1940年に捕虜となり、脱走後、レジスタンス運動に身を投じた。1941年にジョゼットと再婚。ピエールと晩餐の2子を設ける。1944年にはゲシュタポに逮捕され、危うく処刑されるところだったが、レジスタンスのメンバーに救出された。同年9月自由フランス軍のアルザス・ロレーヌ旅団司令官となり、ストラスブール防衛戦やシュトゥットガルト攻略戦に参加した。この功績で、レジスタンス勲章や戦争十字勲章を授与された。ジョゼットはこの年に事故で死亡。1945年8月自由フランス軍のシャルル・ド・ゴール将軍に出会って意気投合し、1945年11月から1946年1月にかけてフランス臨時政府の情報相に任命された。スペイン内戦の頃にはリベラルなイメージを持たれていたマルローは、この後徐々に保守派のイメージを持たれるようになった。1947年ドゴールが創設したフランス国民連合に参加、広報を担当する。ドゴールが芸やしていた1950年代には、芸術の真理や空想美術館など、芸術や美術に関する著作を発表した。1958年6月、ドゴール政権成立によって、再び情報省を拝命し、1960年から1969年にかけて文化省に在任した。この間マルローは美術行政の担当者になっていたジャック・ジョジャール、ルーブル美術館所蔵の美術品の数々を疎開させ、ナチスによる略奪から守った人物のことを嫌い、君には別のもっと良い地位を用意するからと欺いて解任した。1965年にはマルローは訪中して毛沢東と会見した。1974年には日本を訪問。伊勢神宮に参拝し、日本文化に深く親しんだ。異母弟であるロラン、1912年から1945年は第二次世界大戦中にレジスタンスの党首となり、1945年3月にドイツ軍によって処刑された。もう一人の異母弟、クロード、1920年から1944年はイギリスが支援する諜報機関の諜報員としてレジスタンス活動に協力していたが、1944年にドイツ軍に捕らえられ処刑された。1948年に異母弟ロランの未亡人であるマリ・マドレーヌ・リューと結婚。彼女とはマルローが亡くなるまで添い遂げた。1961年の交通事故で当時20歳のピエール、17歳のバンサンの息子2人を同時に失った。マルローは1976年にパリ近郊のクレテイユで死去し、その遺産は娘、フロランス・マルローが相続した。没後20年目の1996年11月23日、ジャック・シラク大統領らの尽力で、マルローの棺はフランスの偉人を祀るパンテオンに改装された。1974年5月マルローは日本の伊勢神宮を参拝した。伊勢神宮の参拝においては、それまでの彼の芸術探索を通じて追求してきた神聖を含む根源的なものに注目した。忘れられた建築家がこの社を草案したのだった。日本人が絶えることなく、それを模しては立て直す。それゆえにこそ永遠なれと、忘れられた庭師がこれらの木々を植えたのだった。幾百年後にも大地からの未知の祝詞が、人々の耳に届くようにと、西洋の建築家は、その聖堂が、久遠の石のごとくであれと夢見、伊勢の大工たちは、その柱が、この上なく壮麗な円のごとくであれと念じた。しかして、この玉ゆらは、大聖堂より、ピラミッドより力強く、永遠を語るのだ。そそり立つ列柱、そそり立つ被爆、光に溶け入る白葉。日本。さらにこう続く。伊勢神宮は、過去を持たない。20年ごとに立て直すゆえに、かつまた、それは現在でもない。いやしくも1500年この方前進をもし続けてきた、ゆえに、仏事においては、日本は、自らの過去を愛する。が、神道はその覇者なのだ。人の手によって制覇された永遠であり、火災を免れずとも、時の奥底から来たり、人の運命と同じく必滅ながら、往年の日本と同じく不滅なのだ。神宮はテンプルにしてテンプルにあらず。これを木々から隔てるや、それは命を失うのだから。杉の巨木の形作る大聖堂の神宮は祭壇にして3口あり。ただし西洋の大聖堂の円柱は急流の暗がりへと消え、これらの杉の大木は祭壇を賛美するのだ。日本の祖先。太陽への捧げ物。光やの羽ごもりへと書き消えたる果てしなき、その垂直軸をもって、この参拝に同行したマルローの研究家である竹本忠夫は、これをマルローの悟りと著書の中で書いている。神道との出会いがなければ、マルローの悟りもありえなかったと。1920年代1930年代による脚色版人間の条件戯曲は小松清役が河出書房、河出新書から1956年に中外書房から1958年に刊行された第3書房の原文と訳文を掲載するシリーズ、現代フランス文学総書から1959年に刊行されている1938から39年にとの共同監督で撮影され、フランスで45年に公開された映画エスポア、シエラ・デ・テルール、1993年日本初公開時のタイトルは希望テルエルの山々がある。1940年代、原文掲載される三修社、大学教科書シリーズから1971年に、堀田里弘編集、人間と芸術、マルローのユネスコ公演、改訂版、L、オムイラカルチャーアーティスティックが刊行されている、小松分、東西美術論は、芸術新潮にて1950年8月号から1956年10月号の東西美術論会まで毎号掲載された1950年代、1960年代、1970年代、没後刊行。1940年代、1950年代、1960年代、1970年代、1980年代、1990年代、2000年代、2010年代。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。